どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでクロノトリガー続きやっていきたいなと思いますんで、前回がミネガーさんたちがあれなんか可愛く思えてきたねあの3人で亡霊だね、サイラスが出てきて現代にあれなんだよね、いるんだよ。で今過去に中世戻ってきて、でなんか敵がね、多分ここかな、な、でも分かんないんだよねここで実際何を、あ、敵がいるってことはボスがなんかあんのかな。まあ、普通に倒していこう。あ、やばい、宿屋止まってくるの忘れた。まあいいや、これちょっともうちょっとしてから行くか。まあセーブポイントぐらい、うん、また効かない。あ、また効かない。ダメだ、効かないあれ効かないじゃん。あ、効いた効いた。あ、あの魔法が効いた、魔法が。ただちょっと強い。あ、死んだ。おお、クロノが死んで喜ぶな、マールちょ、ま、ちょ待て、ちょ待て、何今の。参ったな、死んじゃった。あ、動いてる。あれ死んだら動けたっけ。俺死んだことないよね多分ね。そうか、戦闘の後死んだことないからあれだけど。あ、動けるんだ。これなんだろう今の。これ MP って最高999なのかな。だってどう考えても3桁しかないもんね。さあちょっとアークインパルツ。あ、3人技ってあれなんだね、人によって違うのか。二人技、今んとこ二人技って大回転切りでしょ？ X 切り。これどん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 あれなのか、仲間をしていってポイント稼いで覚えさせてどんどん習得していかなきゃいけないのか。何が一番強いんだろう。ダブル色仕掛け、敵団体にウフンのアイテムをもらう。だって挑発。あ、色仕掛け使ったことないな。範囲の氷投げ、まあまあいいや、ちょっと進んでいこう。まあ進んでいこう。魔法が入ったんだけど、ちょっとベラボに攻撃力強くなかった。これどうしようこれさ、一人が死ぬまでさ終わんないとか言わないよね。ジャンプ切り、これさ逃げ、あ、ウォーターがちょっとアイテムで、ま、大入るね、入るね、入った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 。ただアイスが、たださっきのやつがなんか黒の方がなんかさ命取られてから死んでたよね。160強いんだよね、だから異常に強いな。 なんだこれ、ちょ待った、アークインパルツ、よし行こう単発なんだこれ。初めて使ったよね。2000、あ、倒せる倒せる倒せるけど、倒せる。あ、強いよ。なんだろうなんだろうで止まるなよ。いや、なんかなんだろうな、なんかやたら強い。刃の滝、飛来神、オッケー、行こう。そこにさ扉があるじゃん、あれなのかな。かっこいい、これか、これもかっこいいね。さあ934、これが黒のレベルがあった。これわかん、いや、それ、いや、またでも、あ、あ、無理だ、また。あ、スーパーハイエーテル、いけません。あれ、いけない。2回もあるのか。ダメだ、こっちもダメだ。これもっと1個過去に戻るってことかな。過去にあったっけ。これもう1個あったっけな。ちょっとちょっと、あの、ちょっと休憩しよう、休憩。ちょっと待って、 MP がない、死ぬ死ぬ。民家、あ、宿屋あった、よし。
ちょっとわかんないな。ただここでもしかしてちょっと話聞いてみて、なんかそれっぽいこと100年ちょっとあれしよっか。ここでなんだっけ、現代だとなんだっけ、ここでちょっとだけなんか少しさ、なんだなんかひんなんか廃墟の話してたじゃん。あ、廃墟の話してるって言ってなったから、でちょっともしかして廃墟の話をしてたら何かが、もしかしてこのもっと前に戻るとかなんかあんのかな。聞いてみよう。黒の夢がはっきり見えとるわい。あ、そっか、いつの時代もいるのかあいつ。あ、ごめん、また三角押しちゃった。ドラクエの癖が出てしまうんだ、ごめんね。北の廃墟、あそこには何か不吉なただならぬものを感じるのじゃ。いや、これは何だろう、何だろう、もう一個戻るのかな。じゃあ全然わかんねえな。ちょっとで、ここでも、なんか、ここでもなんか、なんか言、いたっけ。さあ、トマ、ずっとこの世にいてくれ、あ、トマさんだ、いた、トマがいた。よう、黒の、俺はついに、あ、虹色の貝殻の手盛りを見つけたぜ。しかし、残念、今回ばかりは、やばい感じがするんだ。そうそう、あいつに、こいつ、あんたに預けとくぜ、だって。トマの酒？もし、俺が死んだら、俺の墓にその、酒をかけてくれよ。け、縁起でもねえや。あれ、酒をかけてくれって、なんか、あれ、あの、お墓あったじゃん。お墓あったよね。なんだ、あの、うん、あれ、現代だったっけ？前回の動画見直そう。今見直せないわ。どっか墓あったよね。大冒険家の墓か。10年ぐらい前にこの村の北にある廃墟に、うん、魔物が何かを運んでたらしいけど、魔物じゃないか、え、あ、宝物だって。あ、こいつなんか大工道具を盗まれちまった仕事な、大工道具を盗まれちまった仕事なんねえよ。大工道具、現代にさ、なんか同じように飲んだくれてるって、なんかお父さんが飲んだくれてんだよみたいな、なんか言ってたよね。さ、民家、ちょっと情報収集しよう。トマの酒ってなんだ、あれ、トマの酒ないな。でこっち行って、ちょっとお酒、あ、びっくりした、気持ち悪っ。何してんの俺たち、おいら大工見習いさ、親方の酒場で飲んでくれてるよ。おいら大工見習いさ、酒場で飲んでくれ、同じことしか言わない、怖いんだけど。見習いさ、ちょっと同じこと、これを何、4人ここにいる意味あるの、これ何なの、怖いんだけど。お酒かけてこい、お酒、ちょっと待って、よし、 OK。 でどこ、現代に、ちょっと待って、現代の古代文明、ちょっと一回戻っていい、この昔古代文明の時代にはないか、何もな、にもない。ないな、さすがにないな、さすがにないでした。ありませんでした、さすがになかったね。で現代ちょっと戻って、あ、これ楽だね、こっちの方が。あの、なんだっけ、ゲート使うとさ、一回一回さ、モランモランモランってなんか出るじゃん、あれが時間かかるんだけど、やっぱこっちの方が全然早いね。こ、前代こっちなんで、まず お酒だ、お酒、あ、ここだよね、かけてくれって言ってたよね。そうそう、トマだ、ほら、あ、なんか始まった、なんかちょっとなんか茶色いウイスキー的な何かをかけたよ。あ、出てきた、イベントだ、何イベントだこれ、ヨークロの久しぶりだな。ついに虹色の貝桁を見つけたぜ。この岬から北西の海上に巨人の爪と呼ばれる島がある。虹色の貝殻はそこにある。
それだけ。あ、来た。あ、いや優しい。これか、ここか。あれなんか未来にもなかったっけ、こんなとこ。巨人の爪だって、あそこにあるのか。しかし気をつけな、あそこには化け物がわんさかといるぜ。じゃあそろそろお別れだ。トマさん、今までありがとう。あ、行っちゃった。やっぱりお前と飲む酒はさ、そんな仲良かったっけな。いや、まあ、仲良かったです。はい、あばよ。黒野って未成年じゃないのこれ。違うの、違うの。いくつさあ、考えたら黒野ってどんだけの設定なんだろうね。二十歳超えてんのかな。でも二十歳超えてさあ、一番最初の冒頭ってお母さんに確か怒られたでしょ。確か黒野起きなさいって。二十歳超えてダメなやつだよね。ちょっとダメなやつだよね。それはそれで、いくつぐらいの設定なんだろうねこれね。中学生ぐらいかな。17とか、そこを知らなく、ああそう、考えたことなかったな。いくつぐらいなんだろうねこれね。さあ、違う、ここじゃない、どこだ、あれ、あ、結構遠かった。そんな遠かった。これってもしかして、ここよ、見えねえよ。お、黒の夢さん、ちょっと見えないんですけど。ちょっと邪魔だろこれ。なんでそこ置いたん。これなんか違うよね。あった、多分これだ。今中世にいるの。中世にあった。現代にはもうないんだよこの島自体が。そういうことか。いや超探したよ。世界、いろんな世界を回ってきたよ。なんかいるな。ちょっと待って、ごめん、変なボタン押しちゃった。なんかあるぞ。なんかあ、なんだこれ。トマの書いたらしいメモが落ちている。落とし穴もしかしてわざと落ちる。ち、出直してくるか。トマのなんかわざと落ちてくるって書いてあるね。なんだこれ。ごめん、また三角押しちゃった。ごめんね、ドラクエ病なんだこれ。なんかこうしちゃう、ごめんね、ほんとごめんなさい、すいません、気をつけます。ほんと何これ、座った。黒のがあの気違いになった。ほら怖いんだけど。これなんか埋め、ちょっと待った、待って、なんか魔王的な、なんかティランジョ、ラボスが落ちてきた時に地中に深く埋まってそのまま、あっ、ティランジョってあの太古の昔のあれってこと。あ、そうだ、あったね、そういえば。あれ地中、何、埋まっちゃったの。おお、びっくりした。あ、ちょっとびっくりした今。ちょっと本当に、さあ、太古の昔のってことはここはあれだよね多分。久方ぶりのこれでしょ多分。サンダーが、わ、結構強いな。ちょっとレベル上げないとダメだな。防御ちょっと揃えよう。で、確かに防御力ダウンだよね、みんなね。あ、これ一旦で来たっけ。もうちょっと強くねえか、ちょっと。あ、めちゃくちゃ強いな、ここ。あ、全然強くなってる。ほら、全然終わんないんだけど。危ない、シャイニング。最強魔法シャイニング強いね。シャイニング強いよね。これなんだろう、これ、ここに貝があるってこと。貝があれば、あのじいさんに持っていくんだっけ。結局村長だが、なんかバリアボール、プロテクトボールを手に入れた。カエルのレベルが上がった。ちょっとレベルが低い。ちょっとこの動画終わったらちょっとレベル上げてこよう。レベル上げじゃなくて、あの防具を、惑わずの帽子。さあどうな、にゃー、なんかすんげえ。あ、これあったよね。あ、なんかちょっ、超面白くない今の。降りろ、落ちろってことか。面白いね。あの、なんだろう、埋まっ、
私は降りれないね。降りれないね。落ちるんじゃないか。落ちる。あれ、落ちれないね。今んとこ落ちそうな気がすんだけどな。ね。今んところ落ちてどっからか行くと思ったんだけど、違うのか。なんか、ディラン城と、潰されたかわからないんだけど、なんか、これがいけないんだよね。ほら、いけないでしょ、ほら。あれ、今んとこ落ちるんじゃないのかな。これ、どうやって落ちれんだろう。落ちれません。落ちれないな。どうすんだ、これ。もっと下の方になんかどっかあった？あ、こっち行ける。宝箱でもね、上に行けってこと？下にも行けるんだよね。あ、来た来た来た。なんかもう HP が格段にちょっと強くなってる。あの、増えたね。さあ、来たんだけど、わあ、なんか敵が落ちてきた。これなんか仕組みだよね。わざと落ちるって言ってたよね。真ん中踏んだらわざと落ちることになるのかな。で、サンダガでちょっと様子見て、さっきのやつサンダガで回復しやがってさ回復してなんか違う敵だなんだけど、回復してさ、さあどうなるか。あ、いや弱えな。前が遠くて反撃できない。さあ何の呪文が効くんでしょうか。しょ、いや、もしかして物理か。あ、物理だこれ。あ、物理のが効きました。96。普通に攻撃していこう。ここかな。なんか落ちる床って多分こういうやつだよね、多分ね。でさっきんとこのあれがちょっと分かんないんだよな、どうやって落ちるのか。やめて。145。どうなんだろうな。こいつ倒したらわかるか。真ん中かなんかに。ラピス、困った時のラピスさんがあったね。根持って、あ、セーブポイントは出、あ、出た。あ、普通のセーブポイント、ちょっとセーブします。さあセーブ完了。これ口開いたんだよね、あの時はね。開いた、いける。あ、いけた、いけた。違うのか。これで真ん中の口が開いたんだよね。これ。開いた。あ、にゃんにゃん。あ、にゃんにゃん落ちてった。来た。どこだ、これ。あ、なんか下になんかあるけど。あ、宝箱もある。パワーカプセルゲット。今んとこどうすんだろう。今んところもまたなんかあるから、いや、ぐるって回、ハイエーテル。さあ、謎解きが多いんだ。謎解きっていうか。わー、出てきた、出てきた。こいつらは普通に攻撃の方がダメージが入ったから、乱れ切りとかでいいね、乱れ切り。やっぱ、強いね。防具がちょっと弱くなってんのかな。ちょ、弱いかったかな。結構な。3。1000。おぉ、1200入る。めちゃめちゃ強いね。乱れ切りも強いね。カエル落としてなんだ。あ、おぉ、びっくりした。なにこれ。なんか、地雷屋みたいになってるけど。なんか、あの、伝説の3人こと、地雷屋みたいな。ちょっと、ガマ吉の親分みたいなのが出てきたんだけど、あれ、あんな技覚えてたかな？おい、知らなかったわ。あれ、物理なんだね。物理だ。まあ、どう考えても物理だね。あ、物理の効く的にはいいね。1000いくら上がれたもんね。しかも、範囲でしょ、今の。え、超面白かったんだけど。あんな覚えてたんかい。俺だけが知らなかったの。よし、オッケー。よし、行こう。さあ、セーブポイントが、あ、まずあったから、さっきの落ちるところがどうか落ち、いや、宝箱あった。にくいね、この置き方。青の石。なんかちょっと、なんか石とか黒の石、黒の夢とか、なんか好きだね、もうちょっと、意味深な名前の。センスのある中二病みたいな名前つけるね。
チリビオってちょっとあの悪口っぽく使われるけど、センスのあるってことね。オメガフレア、やべえ。さあ来ました、ルッカだ。ルッカ、ルッカが装備できるんだ。よしよし、ルッカ入れよう。ルッカ入れよう。交代メンバーの交代です。ちょっとルッカ入れよう。ルッカめちゃめちゃ強いじゃん、名前からして強いね。変えるとちょっとルッカちゃん変えて、これで覚えれるのかな、使えるってことかな。これで使えるったら面白いんだけど、どうなんだろうか、覚えんのかなこれで。まあいいや、ちょっと行こう。他の3人のメンバー、さあ下に降りたり上がったり、ドンキーコングみたいになってんだけど。これさっきんとこだ、ここでこっちに繋がんのか。さあ何があるんだここ。若干ほんとドンキーコングみたいになってきましたよ。ラピスゲット、これはね使いやすいんでね。さあちょっとなんか出てきそうな気がするんで、ちゃんと回復しましょう。あ、なんか3人技ミックスデルタっていうのを覚えた。これさ、そっか、そういうことか。装備して、装備してルッカが、あーなんか覚えてるね。デルタ、デルタ、ミックスデルタっていうのを覚えた今ので。まあ装備してたらいずれ覚え、あ、そうか、メンバーが違うのかな、もしかして使える3人技のメンバーがってことかな。まあいいや。んで回復して、この敵強いね、またこの敵がまた強いこと、強いこと。でもなんかボスが近いような気しない、ほら。え、こっち入れんの、ほんと。右が開かないってことは、こっち行ってあれを開ける。毒かこれ。あー、なんか出てきた、スイッチがあるね、またね。あー、こういうのあったな、そういえば。こっちも、あ、こっち行けんのか。あ、こっち行けるわ。あ、いた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 、ラッキー、いた、イワンさん、いた、イワンさん、久方ぶりに見たよ、イワンさん。おし、イワンさん当たんないんだよ。イワンさん攻撃当たんないんだよ。イワンさん攻撃が当たらんとですよ。もうちょっと辛い、お願い、当たんねー。頑張れ、誰、誰でもいいから出てくれ。いい、ナイス、よし来た、よし来た。技ポイント100くれた。黒のレベルが上がった。あれ覚えない、もうさすがにこれぐらいになると覚えないのか。イワンさん、あそこ上にもあるね。イワンさん、オートロック、これさ、オートロック、あ、待った、なんかオートロックにされないなんかアイテムなかったっけ。あれをつけたらいいってこと。168、もう遅えや、もう遅えよ。あ、でも結構入ってるね。ミス、お願い、もうそろそろ、お願い、逃げないで。ちょっと待って、お願い。ちょっとやめ、シュッと音やめ。動いてない敵なのになんで当たんねえんだよ。あ、マールちゃんナイス、さっきマールだったね、ありがとうマールちゃん。あ、何も上がらない。さあここ一体どんな、どう行ったらいいのか全然わかんねえな。こっち行って、落ちた、一瞬なんか、どこだここ。どこだここ。あーんと、なんだっけ。これなんかキーノが捕まったとこ、ここじゃなかったっけ。ね、そうだよね。キーノが捕まってたんだよね、多分ね。あ、こ
ここに来んのか、ここに来るのか。あ、開いた。こっちに来るのか、これで。なかなか難ギアで何にもないよね。思い出した、こっちがキーノがいたんだ。ってことはこっちはまだ行ってないって、あー、セーブポイントがある。セーブポイントがなんか、なんだあれ、卵かなんかか。さあ、ということでセーブ完了ということで、シェルターも使ったんで、でそろそろもしかしたらセーブポイントがあるから、でもこれ卵じゃないかなと思うんだよね。あの左、右と左あったじゃん。あ、こっち行けるわ。あ、なんか行ける。あ、なん、ちょ待った、なんかいる。わ、なんかいる。これあれだ、アザ、アザンムだかなんかと一緒にいたやつか。これ戦闘すんの、うん、でかちょっと待って、ちょ待った。あ、いけ、あ、戦闘する必要ないみたい。あれってことはないわな、さすがにない。な、でかいよ、でっけえよ。ちょっと戦うのこれ。うわ、でか、待った、何が入るか。ちょっとまずやしゃ、うわー、なんかそういえばなんかあったよね、5432ってなんかあったよね。まあ、ちょっとまあいいや、まあまあいいや、まあいいや。ちょっと HP を極力を満タンにしといて、一気に畳みかけよう。さあ、二人技、ボムが強かったよね、確かね。そうだ、なんかこれ5431でめちゃめちゃ強いのなんかよこしてこなかったっけ。5000か、シャイニング。そう考えると3人技いこうぜ、3人技。4、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、これなんか、いや、これもう反撃率半端ねえな半端ねえな。ちょっと待って、3人技誰かなんか強いのない。ミックスデルタ、いこう、いけいけいけ、多分とんでもねえ攻撃来ると思うんだ来るでしょ、もうここまで強くなると。さあ、いくつ入る。1800、うん、大したことない。やばい、ちょっと待って、普通にあれかな、普通に単発でいった方のが強かった。ちょ、シャイニング MP がちょっと消費がさ、33、あー、これでいいね、これでいいわ。んでこっち連携でこの2人をこれでやっとこうかね。で乱れ切りでいいんじゃない、これがいいんじゃない、このメドローア的な、このねこれが、これと、まあ、結構強かったの思い出したわ。 HP 過去のあそこの時代でも結構多かったよね。うわー、ちょっとまずいな。ちょっと一旦1になった時点で反撃率半端ねえな半端ない、ほぼほぼ反撃してくれんだけど。次ちょっと一回回復しとく、満タンにしとく。勝てない、いやー、ここまで来て勝てないの嫌だな。まあセーブしたからいいんだけど、まあ大丈夫でしょう。はいいや強いね、だってほらもうここの雑魚敵がやばかったじゃん雑魚の敵が。1600、さあ一旦で3000は超えてるぐらいのダメージが当たってるけど、まだ終わらんから相当だよねこれね。さあ連携、待って、いやー、そろそろ、さあお願いお願いお願い、やめて、もうでめせめて400止まり。あ、おお、なんだそんなにじゃんそんなにじゃん、なんだよ、回転オーラ、行こう。よかったよかった、そんなにだった、うんそんなにだった、うんじゃねえよ、よかった。結構ビビってたんだ結構ビビってたんだ。メガトンボムだって700ぐらい？お、強え！あ、めちゃくちゃ強かったね。めちゃめちゃ強いじゃん。あ、乱れ切りがない。もう使えない。ちょっと、ごめん。ちょっと、
ハイエーテル使って技で自分でちょっと一回ケアルガ入れて、マール強いね。そっか、マールって考えたらあれだもんね、一応アタッカーになるのか。一応回復使えないもんね、回復なかったよね。メガトンボーム強い。1000いくんだ。1000 1000怖いんだって。こんなこれぐらいで、でもなんかなかなかやばい。ちょっと間に合わなくはない。回復していくのかあれで。ちょっといいや、まこの2人でちょっとさ、ケアルをしとかないと。で乱れ切りで、乱れてもしま、乱れ切りでさっきのボムで、でこれ2000ぐらいでやっていこうか。でもなんか範囲攻撃なくなったね、さっきの。火力のパワーがさらにアップ。ちょっと待った、なんかこれまたあれになるかな、順番言ってくんのかな。メガトンボムでいいか。あ、でもカウントダウンなくなったよね。これでちょっと頑張るしかない。めちゃめちゃ HP 多いな。体力バカかよっていうぐらい超多いんだけど。ペイスト、アイスガーあたり入れてみようか。まさかなんか、ごめん、この後にいきなりこんなに言うとあれだけど、他全体攻撃、あ、515か。角が弱点だったとか。うわー、また来た、また来た、また来た、また来ましたよ。さっき400いくつだって、400、次400ぐらい来そうだね。それだとパワーアップまで、いや、マジか。ちょっと少し、ちょっとアイテム、ちょっとスーパーエーテル、いや、まあ使うのもったいないな。あ、終わった、あ、終わった、やった、やった、あ、もう次で やられるんじゃないかと思ってドキドキしてましたよ。こいつペットにしたいね。ペットにしたいんだけど。あ、消滅しちゃうの、かわいそうに。あー、行っちゃった。でも彼は悪、多分ただの恐竜だったわけでしょ。さあ、あ、明らかに虹色だ。虹色の貝殻、あれが守ってたのか。どうやって運んで帰るの、重い、これじゃ運べないよ。城から応援を呼んでこよう。城からになんか応援を呼んでこいって言ってるね。あ、これ帰れってこと、城に行けってことか。そういうことかな。あ、切り替わった。そう、よくぞ来た。君らはいつでも歓迎するぞ。ん、で、どうされた。実は、なるほど、その島にある 大きな貝殻を、あ、保管してほしい、保管してもらうの、他ならぬ黒の、の、あ、そっか、運べないのか、でかすぎて。そうか、私からもお願いします。はい、分かった、逃げの貝殻を城に運ばせ、家宝として代々よ、宝物庫か。騎士団長、は、巨人の爪に渡り、虹色の貝殻なるものを、巨大な貝を何としても城に持ち帰るのだ。いや、だ、女無知、強いんだよ。あそこの敵強いんだよ、言うけど。ありがとう。さあ、これでいいのかな。さあ、これで行かなくていいの、もうこれでもうこれのイベント終わりなのかな。さあ、ということで今回はですね、この辺で終わりたいなと思います。なんかサイラス編をやるつもりだったんですけども、サイラス編っていうか、サイラスをやろうと思ったら、あのトマが出てきて、トマからのあのまさか虹色の貝がゲットすということで、この後戻るのかな。わ、面白いね、この戻ったり、この運べないから保管しといてあたりがね、なんかいいね、そういう物語面白いね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。